ハタイ県。ハタイ県はトルコ南部の県。地中海地方の県である。県とはアンタキア。北部を東からあだ名、オスマニエ、ガズヤンティプと接しており、東部、南部についてはシリアとの国境である。西部は地中海。県とはアンタキアであるが県域最大の都市はイスケンデルンである。シリアとの国境であり、クナイノが国境の町となっている。 ハタイはトルコでも国際化した町であり、多くのトルコ人、アラブ人、アルメニア人などの民族が、スンニ派、アレビー派、キリスト教など様々な宗教を信仰し、生活している。区にある、バクフル教育村には、アルメニアの田園風景が元のまま残っており、サマンダー、レイハンルでは、アラブ人が多数派である。多くの地中海地方の県とは違い、ハイは、 トルコタ県からの移住が少なく、このため文化的な傾向を多く残しており、アラビア語が多くの地域で話されている。この文化の融合を祝して、2005年には、ハタイ文化会合と、ハタイ国際的価値保護組織が、ムスタファケマル大学のアイドゥン博士によって開催され、設立された。ハタイは暖かく熱帯作物である、サツマイモ、サトウキビなどの生産が行われる。 またこれらの作物は地域料理に使われ、切手と呼ばれるつぶし、きゅうりの料理のような他の地域の料理にも使われる。よく知られている、ハタイの料理には、甘密のペーストリーぬかしカナフェ、つぶし、トマトと玉ねぎのペースト、ヨーグルトとナスのペースト、ひよこ豆のホムスなどが、トルコのケバブと同じ洋食卓に上がる。この地域の料理は、ムハンマラのようにスパイスを効かせるのが伝統である。 刺激の多い恐怖手は、オルクと呼ばれ、タイムとパセリのペーストは、ザーダー、日干しチーズは、スルケと呼ばれる。また、ザクロのシロップはこの地域では、人気のドレッシングである。ムスタファケマル大学は1992年アンタケアに新しく設立された。地域の46%が山岳部であり、平坦地は33%、20%は、 丘陵や平坦ででない土地である。最も顕著な特徴は、南北のヌー山脈と最高地点のミイールテペであり、その他にもズイアレトダーイ、ケルダーなどのミネがある。この近辺は第一交代の最北部にあたり、ホルスト地交形態の典型例のように、アラビアヌビア縦上地とアナトリア半島プレートの互いの圧迫が起こっており、この県に見られる大地の集局は、それが、ゆえと考えることができる。 レバノンのベッカー高原からオロンテス川が流れて込んでおり、シリア、ハタイを通り、地中海に流れ込み、サマンダー三角スがこの川の下流域に形成されている。アミク平原には湖があったものの1970年代に乗算してしまい、今日アミクは最大の平地地帯となり、農業生産の中心地となっている。ハタイの気候は、 典型的地中海性気候であり、夏は高温乾燥し、冬は高温多湿となる。山岳部は海岸線よりも乾燥した気候である。鉱脈が散見され、イスケンデルンはトルコ最大の鋼鉄施設の所在地であり、イエーラダグクではハタイのバラと呼ばれる見事な大遺跡を産出する。アナトリア、シリア間の交易点であり簡易な気候と肥沃な土壌を持つ、 この土地は、早期制度期時代、アッカド帝国の一部であり、その後はムル人のヤムハド王国、ヒッタイトを経る。後期ヒッタイトの時代には、ハッテナという、この県の名前の由来になった人々が住んでいた。その後もアッシリア、ペルシア、セレウコス朝と国が変わり、紀元前六十四年、ローマ帝国の東方の最前線にある政治的、経済的に重要な地域、シリア属州になっていく。 アンティオキアはセレウコス朝及びローマ帝国の下で東地中海で最大級の大都会として繁栄した。638年東ローマ帝国は正当カリフ率いるイスラム教の軍隊によロンテス川沿いでの決戦で敗れアンティオキアも占領された。ウマイアーサ、アッパース朝の次期アラブ人君主の死生下に入る。八十七年トルノーグラーによって初めて トルコ人に占領され、トルコ帝国、セルジューク朝の参加で、トゥルク人のいくつかの主張国に支配された。また、この後の1097年から1098年にかけて、アンティオキア氏は、第一次十字軍により包囲され、アンティオキア行為戦最終的に陥落し、アンティオキア公国が成立したが、結果として、ビガンツ帝国の総主権下に組み込まれた。さらにその後、破は、 マムルーク町に組み込まれてゆく。マムルーク町時代、アンタキアは、オロンテス川と山の間の2平方キロメートル程度の範囲に広まる中型都市であった。1516年オスマン帝国皇帝セリム一世が、マムルーク朝から活上させてから、この地域は、アレクサンドレッタ県とアンティオキア県として知られるようになる。英国の有名な女性旅行家、 ガートルード・ベルは1907年に出版されたシリア・ザ・デザート・ザ・ソンの中でシリアの広い地域について旅行記を書いておりこの地域のアンティオキア、現アンタキアとアレキサンドレッタ、現イスケンデルンについてトルコ人とアラブ人の混在について述べている1911年頃に出版された地図は北部アレキサンドレッタ付近にトルコ人が住み南部アンチオーキ付近に アラブ人が住むと強調している。しかし、アレキサンドレッタは昔からシリアの一地方と考えられており、これを示す地図も見つかっている。第一次大戦後、トルコ独立戦争でオスマン帝国は解体、トルコ共和国が成立した。しかし、この時アレキサンドレッタは新政府の施政下にはならなかった。この土地は、その後連合国とのセーブル条約締結後、 フランスシリアに割用された。1920年と翌年決められたこの条約ではトルコシリア国境について衝述しており、このレポートではアメリカ開発局のザビューロー・オブ・インテリジェンス・アンド・リサーチの公式地政学者の意見がべられている。しかし、トルコ人コミュニティがフランス領シリアであったアレキサンドレッタにとどまり、トルコ政府はこれらの人々を守ることになった。 初代大統領であるアタチュルクは、ハ派隊は四百年間トルコの古国であると述べた。九百二十一年十月二十日のでは、アレキサンドレッタ県は、自治県を得て、フランス領、アレキサンドリッタ自治州となり、この状態が九百二十一年から九百二十三年まで続いた。しかし、様々な宗派のアラブ人をはじめ、カトリックマロン派のギリシャ人、クルド人、 アルメニア人などの民族はこれに反対。1923年、ハタイはゲンアレッポ県所属になり、1925年には特別管理地域、スペシャルアドミニストレーティブ、ステータスとして、フランス移民党治療シリアに戻った。1936年の選挙では、シリア独立派の二人の議会議員が選出され、 トルコとシリアの新聞記事で情熱的な議論が交わされ、広範な暴動が起こった。この事件で在住トルコ人が虐殺されたとして、トルコ政府が国際連盟に提訴し、また大部分の住民がトルコ人であるとして、アレキサンドレ・タ県をトルコに帰属させるように求めている。この件は連盟の和解中会で1937年11月に実地を得た。 この結果、ハタイは防衛のために、外交はフランスシリアから実地を得ているが分離しないように整えられ、トルコとフランスが軍を置くことになった。この件から1938年に、フランスの監視下で会員が選出、調査が実施された。会員は1938年の夏に選出され、全40議席の22議席がトルコ人であり、13議席がアラブ人、 アラウィー派9議席、スンニ派2議席、キリスト教、トニ議席アルメニア人後議席であった。地域の安定のために1938年7月にフランストレコ条約が4度目の調印を迎える。事前にトルコ人が大量にこの地域に移住せず、これらの移住したトルコ人の投票が行われなかった場合、結果は違ったと言われている。 アルメニア人虐殺の一つとして知られている19年前に行われた地域の武力追放、虐殺についてはに詳しい。第二次世界大戦前夜の1938年9月2日、会話の独立を宣言し、その原因はトルコ人とアラブ人間の暴動によるとした。この国はトルコとフランスの軍事的管理下で1年余り国であった。破壊の名は トルコ側が提案したものである。大統領であったは1935年に選出されたトルコ議会の議員であり、首相であったも同じく1939年にトルコ議会に選出され、首相職を持ったままトルコ議会議員になっている。トルコ人の再三の破体編入の要求にフランスは同意した。これには当時のナチスドイツとの間の軍事的緊張が一部は、 影響していると考えられる。1939年破隊、独立共和国大統領であったソックマンは国民投票に基づいてトルコの県になることを決めた。当時、ガズイアンテプとあだ名のそれぞれ一部であったの地区は破隊県のトルコ人の割合を増すためにこの県に編入された。この結果多くのアラブ人やアルメニア人が破隊から離れ、 シリアの他の地域に移住していった。この直後、第二次世界大戦が始まる。国際連盟は、この要求に意見する暇さえなかった。トルコとシリアの間にはこの地域をめぐって深い問題が根付いている。第一次世界大戦終結から1938年までの間、破イは、フランス移民党治療シリアのアレクサンドレッタ県下イスケンデルン県として扱われてきたが、 1939年のフランスによる国民投票で破イのトルコへの割譲が決まったため、現在に至るまで解決されないトルコとシリアの緊張の原因となっている。破イ割譲への動きはシリア大統領の抗議の辞任を引き起こし、1936年の,の下で破イ併合を拒否する状態を維持した。シリア人はフランスがトルコにタイを割譲したことについて、これは トルコの軍事力のもとに行われたことであり、違法だとして、まだこの地域を不可分のシリア領と考えている。シリア人はこの地を、自らの民族の言葉で、リワ・アリスケンデルナ、リア・リスケンデリナと呼んでいる。また、英国のジャーナリストも当時の国民投票を、イカサマだとしている。シリアのこの地への領土要求は、最近弱まる傾向にあるが、現在でも、 シリアの公式地図ではこの地域はシリアのものとしている。また、シリアは近年まで破壊領土要求問題が両国の緊張のもととなっていると認めなかった。2000年以降、シリア大統領バシャール・アル・アサドの主導下で破壊問題をめぐる緊張は縮小しつつある。事実、2005年初頭にアフメトネジゲト・セゼルトルコ大統領とレジェップ・タイップ、 エルドアン首相は、シリアを訪れに国間協議への道を開いた際、シリア政府はこれ以上破隊の主権に対して要求はしないと述べたと主張している。一方、主権の放棄について、シリア側からは今に至るまで公式な発表はない。2003年にトルコの土地登録法が変更された結果、破隊における所有地の多くは、 シリア市民権を保持したままその占有する土地を改善930年代から居住していたシリア人たちによって再びこうされることとなった。シリア人による土地所有の総計は外国人による所有の法的限界である0.5%を超えており、2006年には破イにおける外国人への土地の売却は禁じられた。 社会と経済のレベルで国境での方針については、最近でも双方の意見が合わないことが多い。トルコ人もシリア人も国境によって家族が離散しているものがある。この場合、クリスマスと祝祭日にのみ、両国の国境を自由に越えられるようになっている。2007年12月には2万7000人のシリア人、トルコ人が同胞と会うために国境を越えている。 山がちな田舎風景といくつかの歴史的、宗教的な施設があるために、ハタイは観光客が多く、いくつかの音楽祭が開かれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。